キングダムハーツ3は、スクウェアエニックスより2019年1月25日に発売された、プレイステーション4、XBOX1 用ゲームソフト。ウォルトディズニー社とスクウェアエニックスとのコラボレーションタイトルである、キングダムハーツシリーズのナンバリング第3作目。初代、キングダムハーツから続いてきた、ダークシーカー編の完結編となる。 2013年6月10日に行われた、エレクトロニックエンターテイメントエキスポ2013ノス、カンファレンスにて、シリーズ初のプレイステーション4用として開発中で、あると発表される。同年6月12日にプライベートカンファレンス、スクエア・エニックス、ザ・フューチャーマイナスが開催され、x b o x One でも開発中であると発表される。マイクロソフトのハードでは、初リリースとなる。 発売から2年が経過した2021年2月12日にはダウンロードコンテンツを同梱した PC 版キングダムハーツ3リマインドがエピックゲームズストア独占で同年3月末に配信されることが発表された。なお、日本語字幕、音声も収録される予定で国内向けヘプレオーダーも同日に始まった。シリーズ過去作も同時配信される予定で PC で リリースされるのは、これが、初となる。開発は、キングダムハーツバースバイスリープ以降は事実上の、KH メイン開発チームとなっている、スクウェアエニックス第3ビジネスディビジョン。かつて本作に関しては、ディレクターの野村哲也のインタビュー等で、名前の出ることは、ただあっても、会の、開発チームが、ファイナルファンタジー XV を制作中のため、 こちらの作業の終了後に制作に取り掛かると明言されていた。しかし、f f ベルサスサーティンが発表以来長らく情報が出ていなかったこともあり、それに伴い、海部も全く進展のない状態が続いていたが、上実の E32013 において、f f ベルサスサーティンの FFXV への解体及び PS4、XBOX1 両タイトルとしての発売の発表と、 共に、外部も開発中であること、開発チームは、会のチームではなく、BBS などを開発した大阪チームをベースに、東京のスタッフと共同での制作であることが、明かされた。ナンバリング作品としてはハードを1世代飛び越えた、こともあり、グラフィック表現は、キングダムハーツ2より格段に向上しており、シリーズでは、初となるライティングも使用されている。また、 ディズニー作品の 2D のブラシ絵のような表現を 3D で表現することを目標に開発内でキングダムシェーダーと呼ばれるシェーダーを本作のために新たに開発している。ゲームエンジンは当初ファイナルファンタジー XV と同じルミナススタジオを使用していると発表されていたが開発の途中でアンリアルエンジン4に変更されている。主題歌はこれまでのナンバリング作品と 同様、宇多田ヒカルが提供している。2018年2月10日に東京ディズニーリゾートで行われた D23 エキスポジャパン2018にて誓いがエンディングテーマとなることが発表された。宇多田が KH シリーズに楽曲を提供するのは会以来約13年ぶりとなる。また、同年9月28日にはスクリレックスと宇多田の共同制作楽曲である。 フェイスマイフィアーズがオープニングテーマとなることが発表された。宇多田は当初スクリレックスに誓いのリミックス制作を依頼していたが、KH シリーズのファンを公言するスクリレックスが新規の楽曲制作を提案し、二人のコラボレーションが実現した。シリーズ作品でオープニングとエンディングで完全に別の楽曲が主題歌となったのは本作が初となる。 パッケージ版とダウンロード版の両方で発売された。他、限定版として、数量限定の本体同コン版、PlayStation 4 Pro、Kingdom Hearts 3 Limited Edition、ソニーストア限定の本体、PlayStation 4 Kingdom Hearts 3 Edition、KH1.5 Plus 2.5,KH2.8、怪物の3本セットとなる、Kingdom Hearts Integram Masterpiece も発売された。 基本的なシステムは、ナンバリング2作品目、海洋ベースに、正当進化をしたシステムとなっている。KH シリーズでは、非ナ難バリング作品は、挑戦的なシステムが採用されているが、ナンバリング作品では、ユーザーの期待に応えるものや、安心感のあるものが必要とされ、海洋ベースとしたシステムに、非ナ難バリング作品で採用されたシステムが、ブラッシュアップして搭載されている。 一回のバトルコマンドは戦う魔法アイテムドライブと戦う召喚チェンジ連携を切り替える形となっていたが下記のようにパーティメンバーの入れ替えがなくなったこと連携儀やホームチェンジがシチュエーションコマンドでの発動になったことにより本作では戦う魔法アイテムリンクとなってコマンドの切り替えはなくなり 代わりに装備するキーブレードを3本まで切り替えられるようになった。パーティはこれまでのナンバリング作品では主人公ソラと NPC のドナルドとグーフィーからなる3人パーティが基本でワールドによって固有のキャラクターが仲間になる際は NPC3 人のうち2人を選択する必要があったが本作ではソラドナルドグーフィーの構成のままさらに固有キャラクターが加わる形式となり ワールドによって3から5人にパーティー人数が変動する。そのため、過去作のようにセーブポイントやバトルコマンド、メニュー画面からパーティーを編成することはなくなった。新システムの中から特筆すべきものを以下に記述する。回のリアクションコマンドを発展させたシステム。宝箱を開ける、人と話すといったアクション、バトル中の様々なアクションがボタン一つで起こせるというもの。 一回のリアクションコマンドは敵の攻撃に応じて受動的に使うものだったが本作では能動的に使うようになった PS4 は R1 ボタン XB1 は RB ボタン長押しで発動するカメラが操作キャラクターのすぐ後ろに移動して制限時間内に敵やオブジェクトをロックオンした後に大技を放つ仕様には空のフォーカスゲージを消費する技は キーブレードごとに固有のものとなり、最大までロックオンするか否かで技が異なる。ロックオン後、シュートフローとアスレチックフローを選べるようになっている。シュートフローでは高段などの攻撃を放ち、アスレチックフローは空が猛スピードで動き回りながら攻撃する技となる。木や瓦礫を伝って移動するなど、マップに対して、 アスレチックフローを行って移動することも可能となっている。アスレチックフローはフォーカスゲージがなくても使用できる。BBS のシュートロックを発展させたシステム。様々なキャラクターを召喚し、連携して攻撃を繰り出すコマンド。発動には全 MP を消費する。ワールドマップをグミシップで航行するモード。KH、回ではコース製のシューティングゲームだったが、 本作ではオープンワールド上の広大な空間を探索し、その中でハートレスの群れに接近するとシューティングのような戦闘モードに移行する。従来のシリーズと同様にグミブロックを組み立ててオリジナルのグミシップを制作することも可能。本作でのエピローグとシークレットムービーは流出などの万が一の事態に備え、発売後のアップデートで無料配信という方式をとっている。 2020年1月23日から配信された有料ダウンロードコンテンツ。当初は2019年内の配信を予定していた。追加シナリオや新機能などが追加される。シリーズ作品におけるファイナルミックスに近いが、従来のようにフルプライスで発売される形ではなく、追加要素が DLC として配信される形となった。また、従来は、 ファイナルミックスで行われていたバトル面の追加要素は、今回は無料 DLC として、常実のバージョン1.07に含まれている。キャスト、キャストの順。ハデス役の島田旧作によると、本作の音声収録は2017年3月頃から行われていたという。本作での登場ワールドは、ほぼ新規のものとなり、シリーズで初めて、 ピクサーアニメーションスタジオ作品のワールドが登場した。一つ一つのワールドは広大なマップ構成になり、ディズニーのワールドごとのボリュームはこれまでのシリーズよりかなり大きくなっている。2018年4月15日には、ワールドではないがゲーム中に遊べるゲームウォッチ風、ミニゲーム、クラシック、キングダムとして、ディズニーの短編映画作品から、裏庭の戦い、カーニバルキット、 ミッキーの陽気な農夫、ミッキーの巨人制服のトレーラーが公開された。ありがとうございます。